回は偽物でしたからね、ただのトリックみたいな感じになってましたが、ようやくご紹介できるということで私もワクワクしております。というわけで今回ご紹介させていただくゲームなんですが、カプコンさんから好評発売中のゴーストトリックというゲームなんですが、こちらは任天堂 DS そして iPhone、iPad と様々なハードで、登場しているということで、今回はじゃ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 ーん、みよちゃんの DS でかいやつということで、もちろん私のね持っている 3DS でも動くんですけど、まあせっかく画面が大きいのでこちらでちょっと遊ばさせていただこうかなと思っております。今回は本当に最初の冒頭の部分を皆さんと一緒に私も初体験で楽しんでいきたいと思っておりますので、行ってみよう。はい、じゃあ第1章7時2分いきたいと思います。この時刻からゲームを始めますか。はい、細かいね、2分、なんか意味があるのかにゃ。そうですね、時間がかなり重要です。うーん、7時じゃダメだったんだね。なんかその1分単位に何かっていうことがなんかあるのかしら。しばらく気を失っていたようだ。意識がはっきりしない。闇の中を泳ぐような感覚。あ、男の人かな、これ女の人かな。気がついたら女が立っていた。知らない女だ、多分。そしてその横に男が一人銃を持っていた。やはり知らない男だ、多分。多分が多いね。なんだろう。あ、すごい、サクッて動くね。え、なんか銃を突きつけられて手を挙げている女。え、なんだこれ。私は一足先に死んでて、嘘。死んで、おつのんびり死んでいる場合ではございません。あの方を救えるのはあなた様だけでございます。なんだこれ。世界が変わった。ようこそ死者の世界へ。誰だ。頭の中に声が。ご挨拶は後回し。今はあの方を助けるのです。あなた様の力を使えばきっとできるはず。なんだって。私が彼女を助ける。あなた様の亡骸をご覧ください。これかな、この死に方。これですね。そうです、一言で言うと無様。これ切ないね。でもかっこいい人なのかおちゃらけた人なのか、まだこれだけじゃ読み切れませんね。ご覧ください。見たよ。青く燃える炎、それがあなたに宿る魂。これね。そしてその隣で白く輝いているのがコア。コア、これかな、これ、これか。コアだって、こいつは遮断機か。あ、電車のとこだもんね、ここね。とにかくやってみましょう。タッチ、次に魂にタッチしたままコアとつなぐのです。あ、すげえ、おめでとうございます。祝福された。これであなた様は遮断機に取り付きました。ん、この私が遮断機に。それではその遮断機で彼女を助けるとしましょうか。ん、時が動き出す。時が動き出す。何のポーズですか。動くポーズ。その瞬間、男は引き金を引く、女は死ぬでしょう。そうなる前にあなた様の力を使うのです。え、心など準備のできるものではございませんよ。それでは時の流れが戻ります。どうすればいいの。さあ、操るパネルをタッチするのです。これだ、操る。おお、びっくりした。お見事でございます。なんだ今のは。それこそがあなた様の力なのでございます。なにこれ、超ワクワクする。やばい、テンションが上がる。この私が遮断機を操った。死者の力を使うにはあなた様がなさった通り、操るパネルにタッチすればよいのです。これであなた方の運命は変わった。極めて地味に地味に地味に。え、
相変わらず銃を向けられている。あ、そっか、さ、今あのタイミングでは死ななかったけど次で死ぬかもしれない。君の寿命の残りの数秒とかけて俺の視力と解く。ん？君の寿命の残り数秒数とかけて俺の視力と解く。その心は、え、なんだろう。5秒5秒5度。ん？わかんない。その心は、どちらも 0.3。怖い、動いた。みおちゃんのお腹が先生お腹鳴りました。さっきから微妙になってたんだけど大丈夫かなって思ってたけど、さすがに今のは、なりましたね、いいとこなのに なったって思いました。そうだよ、パチって電気ついたらグーって SE か。ごめんなさい。こんばん。無事にじゃあ取り付いてみましょう。いきます。おお、なるほど。これをやるとコアがあるものは光ってくれるってことかね。で、今自分の魂は自分のとこにいるから、もうじゃあ物にちょっと移動してみるね。こうやってるのね。おお、いったいった。ドアだ、車のドアかなんか。そうです。次、標識。なるほどね。上の画面、何ができるか、何ができるか確認できます。今の場合開くというわけか。あれ、あ、操るで開く。あ、はい、なるほど、開く。死者の、聖者の世界に戻る必要があります。そうか、今このコアが光ってる状態は死者の世界だから、聖者の世界に戻る。戻ります。はい、戻るパッボタン。あ、なるほど、光らない世界に戻ってきました。で、操る。はい。おお、すごい、開いた。折りたたみベッドだからポンと開いたのね。で、もう一回取り付けばいいのかな。あ、近くなった。じゃあこの隣のにまた、いい、これは何にもないんだ。今ストーリーが大きく転換しました。死者の力を使って4分前の世界に戻れるっていうことらしいんですよ。なので7時2分っていう、そのやっぱ 秒数とか分単位がすごく重要だったってことなんですね。4分。なるほど、最後の彼女の4分間をもう一度再現できるんだって。さっきは分かんなかったもんね、もうすぐ倒されてたもんね。しっかりして、何があったの、なんてことなの、もう死んでる。来た、誰、すんごいぬるぬる動くね。そうなんですよね。すごいね。うん。これ全編通してこういう感じで動くの？そうです。どのキャラもすっごいぬるぬる。すごいね。なんか、うん。どんどんすごく自分の知らない進化を見てる気がしますね。明日ある。ん？ん？なんだ？あの、やけに意味ありげな、なん、鉄球でも落ちてこない限り。意味ありげすぎー。落としたい。なるほど、分かった。物に取り付いてコアを渡ってって、最終的に操った状態であの鉄球を落とせばいいんだ。なるほどね、分かった。そうだ、さっき私が自分でやったんだ。そうです。ここは繰り返してるんだね。ギターも落ちる落ちる。おお、ということはこの後彼女は撃たれちゃうよ。あ、まずい、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃ。二度目だとなんか失笑してしまうわね。あれ、終わったよ。しまうんですが、うん、死者の力で、なるほど、あ、何度も繰り返すことができる、そういうことだ。うおー、かっこいい。というところで
あとは実際にやってみたのをお楽しみにしましょうか。そうですね、はい、まあヒントはだいぶ皆さんにもお届けできたかと思うので、はい、これ本当やっぱりワクワクします。詳しくはまたね、どういう感想だったか、もう少し先までね、この後ちょっと私は進めてみたいと思いますので、そういった感想なんかもちょっとお話ししたいと思いますので、そちらはぜひ本編の方をお聞きいただきたいと思います。というわけで今回はゴーストトリックをご紹介しております。ぜひ皆さんも放送までに手に入れてみてね。バイバイ。